北東部州はかつて存在したスリランカの州。1988年9月に北部州と東部州の合併によって設立され、2006年にスリランカ最高裁判所によって違法判決が出された。その後、2007年1月1日に正式に北部州と東部州に分離した。当時の州とはトリンコマリー。 1987年7月29日、第一次イーラム戦争の和平合意として、インドスリランカ和平合意がなされた。これにより、スリランカ政府は、北部州と東部州をタミル人の歴史的居住区として認め、両州の合併を承認した。また、この合意では、北東部州に暫定地方政府を置き、1988年12月31日までに、 将来についての住民投票が行われることとなっていた。1987年11月14日、スリランカ国会は1978年憲法第13、修正と実施法を可決し、正式に北東部州が成立した。その後、1988年2月3日には9つの州で州議会が発足した。さらに、同年9月2日と8日には、 ジャヤワルダナ大統領が北部州と東部州を一つの行政単位とすることを可能にする宣言を行った。この宣言は北東部州で行われる予定だった住民投票までの暫定措置であり、正式な合併は住民投票の結果によって決定されることが予定されていた。しかし、住民投票は結局行われず、大統領は毎年この 暫定地方政府の期限を延長する宣言を行っていた。一方、この合併は新原人ナショナリストからの反対を受けた。北東部州は正論党の4分の1の面積を占めることからスリランカタミルがこの地域を統治することへの警戒心があったためである。2006年7月14日、長年にわたる合併反対運動の後、 スリランカ人民解放戦線が国を相手取った訴訟を最高裁判所に提起し暫定地方政府の分離を要求した。そして同年10月16日に最高裁がジャヤワルダナ大統領の宣言を無効とする判決を出した。その結果2007年1月1日に北東部州は正式に北部州、東部州に分離された。 1978年憲法第13修正により衆議会の創設が決定された。これにより9つの州で衆議会が発足した。そして1988年4月28日第1回衆議会議員選挙がサバラガムは州、北西部州、北中部州、ウバ州で実施された。スリランカにおける州知事は主に引退した政治家、 裁判官、軍人が務めている。18年にわたる、北東部州の歴史の中で6名の州知事が、就任した。デパートメント・オブ・センサス・スタティスティックス・スタティスティカル・アブストラクト2007、アーカイブド4・ヨン、e, ・マーチ2009アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ABCDEF、ノース、イースト・マージャー・イリーガル、SC、LANKANEWSPAPERS.com 2009年8月22日閲覧。月村太郎、民族紛争、岩波書店、2013年、30ページ。インドゥー、スリランカアグリーメント、1987。タミルネーション、2009年8月22日閲覧。AB、プロビンシャルカウンシルズ。ザオフィシャルウェブサイトオブザガバメントオブスリランカ、n m e 2009年7月7日、時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年8月22日閲覧。AB, The Constitution.The Official Website of the Government of Sri Lanka.2009 年8月22日閲覧。3番団 ,VS, Sri Lanka, S North, East to remain united for another year. チャナイイン d i a ヒンド、H. T. T. P. コ W. W. ドットヒンズードットコ H. I. N. D. U. スラッシュ二零零三スラッシュ一一スラッシュ一四スラッシュストーリース H. T. M. 二零零九年か。月二十二日閲覧。エスニックコンフリクトオブスリランカタイムライン。 From Independence to 1999 International Center for Ethnic Studies 2009年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年8月22日閲覧 Retired Navy Chief of Staff Appointed North East Governor たまるネット2009年8月22日閲覧 S リロン圏プロヴィンセスフロム1988 w-o-r-l-d-s-t-a-t-e-s-m-e-n.org 2009年8月22日閲覧ありがとうございます。